マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、マスオのアクアリウムということで、水槽の動画をお届けしていきたいと思います。で、この動画なんですが、前半はですね、今のマスオ家の水槽の様子、今水槽2つあるんですけど、その様子をお届けしていきます。で、後半はですね、先日僕ね、お台場にたまたま行ったんですけど、そのお台場でですね、アートアクアリウムっていう、そのアートとアクアリウムがね、組み合わさったそういう施設がありましたので、そこの施設での様子を皆さんにお届けしていきたいと思います。動画写真撮影 OK っていうことでね、いや、ものすごいね、綺麗な施設で、ぜひね、皆さんにも行ってみていただきたいなと思って動画を撮影してきました。はい、ぜひね、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。ということで、早速まずはマスオの家のね、水槽を見ていきましょう。じゃーん、ということで、マスオ家の水槽一つ目がこちらになります。そんなに凝った水槽では今ありません。というのもですね、前の水槽動画でもお伝えしたんですが、子供が生まれてから結構ね、バタバタ続きで、水槽のね、手入れになかなかね、時間をね、かけたりする余裕がね、正直なかったんですね。ですので、こういうね、とっても今ね、いい僕水槽を使っているんですが、そのね、水槽のね、ポテンシャルを活かしきれてない、まあ、状態ではあります。で、主にね、流木と水草をこういう風に置いて、まあ、シンプルにね、水槽とかお魚さんを楽しむっていうね、そういう水槽になっています。そして2つ目の水槽がこちらになります。ブルーグラスっていうね、グッピーの水槽なんですけど、いかがでしょうか。もうね、お魚さんがめちゃくちゃ増えてきました。ブルーグラスっていうだけあって、本来ね、青いこのね、お魚さんだったんですけど、このお魚さん同士がね、卵というか子供を産みまして、そしたらですね、ちょっと赤い個体もね、結構生まれてくるんですよ、ブルーグラスって。で、その赤い個体がどん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 増えていって、今ですね、赤と青、まあ6対4ぐらいに増えてきました。で、最近ですね、またね、ちっちゃいね、赤ちゃんとかも産んでるんで、こういうね、小さい稚魚というんですかね、もいます。で、多分ね、奥の方に隠れてるんですけど、本当にね、ここ最近生まれたよっていうね、そういう赤ちゃんもいたりするんで、はい、またね、増えていくかもしれないなっていう、そういう水槽になっています。まあ、クリスマスってことで、だいぶね、サンタさんもね、なかなかにこう年季が入っちゃってるサンタさんですし、まあ、こっちのクリスマスツリーとね、スノーマン、雪だるまは、まあ、綺麗にあります。最近ね、このね、クリスマスツリーメルカリで買いました。すごい可愛かったんで、水槽にいいかなと思ってね。本当はね、小物入れみたいなんですけど、陶器でね、ちょうどいいかなと思ってやってみました。水槽の中もちょっとクリスマス気分でございます。ね、もう少しね、綺麗に掃除してから動画撮ってもよかったかもしれないですけど、まあ、リアルなね、状態はこんな感じになります。ということで、こちらがですね、マスオ家の今の水槽の状態でございます。すごくね、凝ったことをするわけでもなく、まあ普通な水槽って感じですよね。で、ここからがですね、そのアートアクアリウムでの動画をね、見ていただきたいんですけど、もうね、レベルがね、当たり前なんですけど、全然違いますから、はい、ぜひですね、アートとして皆さん楽しんでみてください。こちらになります。どうぞ。それでは早速見ていきましょう。まずは入り口からなんですが、刀とアクアリウムを組み合わせたすごく斬新なね、作品がもう入り口にあります。で、このね、カーテンをね、くぐりますと、アクアリウムの世界が広がっていきます。ここでですね、中に5つほどのですね、こうテーマに沿ったアクアリウムがあるんですけど、こちらはですね、わびさびという作品だそうです。
まるでね盆栽を見るかのようですが、一番下にはねこのように水槽になっていて、お魚さんたちが泳いでいますね。すごくこう作品と合ったねお魚さんたちがこのように泳いでいてね、すごい全体のこうバランスで見てもすごく綺麗で立派な作品だなと、ね、思いました。光とねその水などをこうねこの施設ではすごくうまく使っているなと思います。でこちらがですね花魁と呼ばれるそういうコーナーになっていて、ちょっとねきらびやかな華やかなねそういうお魚さんたちとそのお花水槽の組み合わせになっているエリアです。いやこういうさその中にこれ造花なのかもしれないんですけど、こう花をねこう綺麗に並べて、でお魚さんたちとその花の組み合わせっていうのはこうアートアクアリウムならではでとってもねいいなと思いました。でここ番傘っていうのかな、ね、江戸時代にありそうなねそういう傘がこう綺麗に並べられていて、この世界観をですね、まあ、作り上げているんだと思います。やっぱりお台場だけあってね、その海外受けがとっても良さそうな、そして映えそうな、そういう施設だなっていうのはね、もうこう歩いてすぐ感じました。でここもですねお魚さんと中のお花がとっても合ったこう作品になっています。でいいなって僕が思ったのが、その結構ねお魚さんごとのその水槽の個体数が割と少ないところが多くて、そのお魚さんの健康もですね、その魚の個体数が少ない方が保てるっていうか、いい状態なんじゃないかなと思って、はい、その点がすごくいいなと僕は思いました。そしてここ影でこう花札とお魚さんの組み合わせのものをこう光で表現しているっていうね、すごい綺麗ですよね。花札とお魚さんをこういう風に組み合わせるとか。そして続いてこちらが万華鏡と呼ばれるエリアになります。かっこいいよ ね上のねくるくる回ってるね、なんて言うんでしたっけ、もう綺麗ですし、ここを覗くとなんと万華鏡の中にお魚さんたちが泳いでいますね。すごい綺麗ですよね。普通のこのね四角形のそういう水槽ではあるんですけど、鏡をこう使うとすごい中にすごいね大きなこう空間が広がっているような、そんなね水槽に見えるから不思議ですよね。まあ、万華鏡っていうのと、まあ、そのアクアリウムの良さをこう組み合わせたものすごいいいね作品だなと僕は思いました。で形によってねその中のね見え方が変わってくるんで、これもねまた様々な形で様々なね表現ができて綺麗だなって思いましたし、はい、とってもいいなとね思います。で続いてのエリアがですね、竜宮と呼ばれるエリアになりますね。ちょっとね竜宮の前にこちら、これはネイチャーアクアリウムですね。本当に生きている、ね、水草などのアクアリウムになるんですけど、やっぱりね生きてるそういう水草とかの管理は難しいんだろうなって思いました。やっぱりね手かかるんだと思います。どうしてもその水槽の状態はこう最高な状態で保つのは難しいんだろうなっていうのはどうしてもこう見ながら感じました。で他のねお魚さんたちとあと後ろの背景ですよね、この組み合わせがですねとっても綺麗で良くないですか。で、タツノオトシゴですよね。こんなになんかこう間近で泳いでる姿って見たことあったっけっていうね気分になったので、すごいなんか正直驚きました。でこれ海のお魚さんですよね。だからこういろんなアクアリウムがこの中に凝縮されてて、淡水だったり海水だったり、あと作品アートだったりネイチャーだったりね、本当にいろいろありますけど、こちらが先ほどね言った竜宮になります。まあ、竜宮城をねイメージしているアクアリウムなんですけど、今のはね金魚なんで淡水ですよね。ただこの横には、まあ、竜宮城っぽさを表したこのクラゲの水槽で、クラゲって光当たるとすごい映えるじゃないですか。
それもね可愛いですし、こちらもですね、こちらはこれは何のお魚さんなんでしょう。僕詳しくないんですけど、はい何のお魚、海水だったのかな。そしてちょっとね日本っぽいこういうお面とその神社の映像とね水槽を組み合わせた、そういう水槽になっています。でこの水槽はですね、左右を石でまず固めて、そこによくねアクアリウムで使われる流木なんですけど、流木とを2つこう組み合わせて、こう日本の神社っぽさっていうのをこう表現している水槽だと思われます。で真ん中にね鳥居があるんで、バーンとねこう、あ神社だっていうね雰囲気がね出るんですけど、やっぱりその横のねこの木も並べ方によってこんなにねこう日本っぽさが出るのは、やっぱりアートだなと思いました。で、テラリウムですね、まあ、苔とアクアリウムを組み合わせたそういうねところもありまして、僕はですねその苔を育てるテラリウムっていうんですけど、それはやったことないんですよ。ただねなんかこう楽しそうだなっていうのと難しそうだなっていうのは両方思っていて、ここのあたりはさすごい綺麗にね育っているじゃないですか。ただ苔ってすごい綺麗な水が常にちょうどこう流れていないと、その苔の部分がどうしても枯れてきちゃうんですよね。だからこの右手のあたりとか若干こう色悪い苔になっちゃってるのかなって思ったんですけど、ただね全体で見たらすごくこう綺麗に、ね、まとまっていて、いやこれをさこう作品としてのクオリティも保ちつつ、その水槽とかテラリウムとしても綺麗に保つっていうのはすごく難しいんじゃないのかなと思って、いやまさにアートだなって思いました。でこれね、ガキョウさんっていうね水族館クリエイターの方が、まあ、プロデュースしているそういう水槽ということです。いやとっても綺麗で素晴らしいね施設だなと思いましたので、ぜひ皆さんも行ってみてください。写真動画 OK だそうです。ということでいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ綺麗でしたね。ああいうね綺麗なこうアート的な水槽をねお家に作れたらいいなとは思うんですけど、何せ難しいね。ただすごくそのアクアリウムをねやる身としても、こういう水槽綺麗そうだなっていうねこうイメージがまたね、なんか今までのこう水草水槽っていうね、そういう自然こうっぽいこうナチュラルな水槽だけではなく、そういうこうアートな感じの水槽もいいなって思えるきっかけになったので、とっても良かったなと思います。でこの施設ねお台場にありますので、ぜひですね皆さんお台場に行った際はね行ってみてはいかがでしょうか。とってもねこう短時間でこう濃密な、すごい綺麗なもの見たなっていう、そういう充実感が得られる体験ができると思います。はい、ということで綺麗だったでしょということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひこの動画いいなと思ってくださったら、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。